にちは、さくらです。今日は天気が朝から良くて、電気つけないで、反射もしないで、カードは反射しないでいいかなと思いました。よかった、安心しました。で、これ選択肢今並べちゃってるんですけど、あとカードの方も広げていきたいと思います。今日はリクエストリーディングで、リクエストしていただいた方ありがとうございます。また他の方々もどうか何かあればリクエストしてくだされば嬉しいなと思います。年下の男性のあの人、なぜあの時ブロックしたの、その時の気持ちっていうのをちょっとね、いつもと違うやり方でリーディングしていこうかなと思います。いつもと違うやり方って言っても、またさくらのね、その時の勘でカードめくっていくので、こう言っててもちょっとまた同じになる可能性もあるんですけど、ちょっとその時の勘なので、ちょっと今時点でちょっと宣言するのはちょっと失言だったかなと思いました。はい、では選択肢の方行きたいと思います。いつも通り、これキラキラさんと、これ何の石か知りたいんですよね。知ってる方いましたら教えてください。すいません、これ分かりますかね。すごい画面上だったらちょっとただキラキラしてるように見えるかもしれないんですけど、七色なんですよ。で、なんか一見人工石っぽいんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、七色で、銀色っぽいような、七色っぽいような、とにかくキラキラしてるんですよね。こういう感じなんですけど、もう画像検索とかで調べたら出てくるのかな。ちょっとやってみようかなと思います。で、これはあれですね、何でしたっけ、タイガーアイですね。で、これがフローライトです。これあそこで買った時、何でしたっけ、チャイハネで買った時、この石何ですかって聞いたら、店員さんが一生懸命本をめくってくれて、本って説明書ですね、店にある石の説明書ペラペラ一生懸命めくってくれて、アベンチュリンって教えてくれたんですよ。でも今昔より石に詳しいから見ると、これアベンチュリンじゃないよなと思って、まあ店員さんはね、石にあんま詳しくない方で一生懸命調べてくれて、似たような石があるから間違えちゃったのと思うんですけど、これフローライトだったんですねと思って、はい。では選択肢の方行きたいと思います。選択肢って出てるんだけど、カードの方の選択肢ですね。ここ飛んだ。いつも通り落ち着いたらどうなのって感じですよね。キラキラさん、いやマジでこの石何なのか名前知りたいな。これですね、なんか暗い色のカードが並びました。緑系が多い。緑に明るい緑。これは青なんですけど、青系で、これもブルー系なんですけど、青系ですね。何かがリンクしてる。じゃあアップにしていった方がいいかな。で、その前にちょっと言っておきたいことがあるんですけど、さくら、この今回の年下のあの方、なぜブロックしたので、ブロックしないで解除して連絡来たらいいなと思って、連絡来るように、なんか特別な連絡が来るような強力な
音楽流してるんですけど、それ33分03秒で切れちゃうんですよ。そしたらまた CM 入るかもしれません。はい、あのさくらがあのタイミングよくまた最初から再生すればいいんですけど、それなんかリーディングに夢中になってあの分かんなくて、突然 CM なんかカードローンとかなんかそういう CM とか入るかもしれません。そしたらごめんなさい。はい、では行きたいと思います。選べたかなと思うので、こちらのキラキラさんからいきたいと思います。はい、ではこちらのキラキラかこちらのカードを選ばれた方、始めたいと思います。キラキラさんと呼ばせていただきます。鳴らしますね。まずなぜブロックしたのかっていうのをいきなりですが聞いてみたいと思います。年下のあの人が、年下男性に限定されるんですけど、リクエストがそうなので、年下男性のあの人なぜブロックしたんですか、キラキラさんに対してなぜブロックしたんですか。落ちてきた。もう一回。キラキラさんに対してなぜブロックしたんですか。聖地できましたね。39番。で、ちょっとこれに補足つけたいと思います。大アルカナで補足。1,2,3,4,5,6,7。なんかこのカード別に聖地で見るって決めてないんですけど、聖地が多いですね。昨日前回から前々回ぐらいから使ってるんですけど、なんかいつも聖地ですね。ザ・デビル出ました。このカードってコミュニケーションを司るスロートチャクラのあの第5チャクラを意味するカードなんですね。大天使ガブリエルのカードでもあるんですけど、テーマが自己表現と自分の真実を語る行いで、ってことなんですけど、スロートチャクラを意味するここが光ってるんですよね。だから本当だったらブロックしたにもかかわらず伝えたいことがあるって出てるんですよね。で、それで その気持ちがすごく強いんですけど、じゃあなんでブロックしたかってそこ聞いててこれが出てきたんで、ちょっとそこを聞いていきたいかなと思いますね。コミュニケーションに関する計画が近づいてることを示しますって。コミュニケーションを取ろうと伝えたいことあるのに、なんでさらにデビルが出てきたのかちょっと深掘り。この2つに聞きます。どういうことですか。言いたいことがあるならなんでブロックしたんですか。
それって相談のページなんですけど、相談のページの逆位置だと、あの剣って言葉とかをも意味するので、スートの意味としてはその言葉をうまく操れないから、言葉をうまく表現できないから、もしくはあのその中にはうまく表現できないっていう意味の中には、批判精神もこの場合だと含まれるかもしれないんですね。それをあえて黙っている可能性もなきにしもあらずですね。ちょっと厳しいかもしれないんですけど、言いたいことの内容としてはもうちょっと聞いていきます。ちょっと足をちょっと組み替えて、椅子じゃないんですよね、あのチェアじゃないんですよね、チェアとか言ってかっこいい言い方なんですけど、クリスマスなんで、クリスマスカードのルノルマンで見ていきたいと思います。伝えたいことの内容って何ですか？伝えられなかった。伝えたいことの内容、相談のページの補足、これ何ですか？何ですかとか言って、19番って何でしたっけ？ちょっとさくら覚えてないんですよね、19番。あ、ごめんなさい、揺らしちゃいました。塔っぽいなと思ったら本当は塔でしたね。これが塔を意味してて、障害が公共の施設とか職場とかもあるかなと思うんですけど、もし会社関係の人でしたら職場が、そうだな、障害になってるかなと思うんですよね。でもなんでブロックしたのか、言いたい内容っていうのを聞いてるんですけど、公共の場が問題で、言いたいことまず言えてないってのが出てるんで、本当は言いたいこととか、それを聞いてるんだけど、最初から言いたいことって何ですか？バンドのさん、ブロックした内容で本当は言いたいことがあったからっていうのは、もう最初からずっと意味が分かんないんですけど、できたな、協力していきたい、2人でチーム組んでいきたいっていう気持ちがあるんですよね。これって公共の場だからうまく伝えられない気持ちがあって、でも LINE だったのかな、なんか連絡ツールをブロックされたってことなので、そうだな、2人で協力し合っていきたい、でも公共の場だからブロックした、本当は言いたかったけど、なんか間違った言い方すると、誤った言い方するとミスする、でそれは何なのか、日常的な
日々の小さな幸せとかを意味するんですけど、そうですね、ちょっとあの項目にはないんですけど、キラキラさんのことをどう思ってるか見ていいですか？これこっちで見てか。お相手、年下男性の相手、その年下男性の相手、キラキラさんのことをどう思ってますか？カップの5出てきたんですよね。それの逆位置なので、ストレングス、まあ、めげない気持ちとかあるんですけど、感情コントロールしてるんですね。それで前向きになろうとしてるんですよね。もうちょっと見ていきたいね。6ですよね。シックスオブロッドなので、恋愛的な気持ち聞いたらあるんですよね。だけどやっぱりここに出てた通り、公共の場だから、公共の場の関係性を意味するんですけど、なんかなぜか連絡ツールで言えると思うんですけど、直接言うわけじゃないから、なぜブロックしたかっていうのは、やっぱ関係性を崩したくないからなのかなと思いましたね。このまま、あのこの状態で発展して会社での関係性を発展していきたいのかなと思いました。進展っていうのは、会社とかそういう公共の場でのコミュニティ内での関係性をそのまま続けていきたいのかなっていう気持ちもあります。気持ちっていうか、そういう感じにも見えるんですけど、でも伝えたい気持ちがあるんですよね。だからこそ伝えられない、伝えちゃいけないと思ってるのか、それでブロックしたのかなと思いましたね。カップンの2も出てるんで、やっぱ恋愛的な気持ちで見たところ、シックスオブロッドなんで、キラキラさんのことを得たいと思ってるんですね。付き合いたいとか、そう、キラキラさんのことを得たいと思ってるんですね。2回も言ったけど、気持ちがあるんですよ。カップの2が出てるから、その意味で、そうした恋愛的感情の意味で、もっと発展していきたいっていう気持ちがあるんだけど、それを言いたい、ものすごいデビルが出てきてるので、補足で、このなぜブロックにしたかについて、その言いたい気持ちをあえて言わないようにするために関係性を遮断したのかなと思います。だけどお相手前向きなんですよね。前向きっていうか、自分に対して自分の感情をコントロールするメンタル面の強さがありますね。好きなのになんでブロックしたのか意味わからんけど、やっぱ関係性を崩したくないからなのかなと思うんですけど、ちょっとコーヒー飲みます。声がらついてきました。そうだな、なぜブロックしたので、なぜブロックしたかも言っちゃったんですけど、ブロックした時の、そうですね、もうちょっと
詳しく聞くためにこれで聞いてみたいと思います。1枚引き最初なぜブロックしたのか詳しいとこ教えてください。もう聞いたんだけど、この8番のこのカードって引きこもりなんですね。本当は言いたい気持ちを伝えたかったけどブロックしたってことですよね。そこから引きこもり、ちょっとさくらのね説明の順序がバラバラぐちゃぐちゃですいません。相変わらず過去の恋愛について何かあったのかもしれないですね。そういった過去の恋愛関係の意味での人間関係が何かあってそこに原因があってブロックしたのかなと思います。それで今内省してるんですね。はい。でブロックした今現在でいいのかな、気持ちをちょっと見ていきたいかなと思います。もうここに出てるんですけど、さくら全部読んじゃったんですけど段取りとして一応あるのでブロックした今現在のお相手の気持ち、内容ブロット、今引きこもりだからちょっと障害感じてるのかな。そこから抜け出すのに障害感じてる可能性ありますね。なんか自分をちょっと低く見積もってるかなっていうところがありますね。恋愛関係にこう自分がそこに至るっていうか、そこに入るにあたってこう自分はうまくやれないんじゃないかとか、そういうネガティブな思考になってるんじゃないかなと思いますね。やっぱ自信ないんですよね。内省の時ですね、やっぱり。でもやっぱ愛情は あって、キラキラさんに愛情はあってやっぱ成就させたい気持ちはあるけど今は、障害を感じてるんですよね。多分昔っていうこと昔じゃないかもしれないんですけど、以前の恋愛関係になった時の何か問題があって、でこういう公共の場ではそういう関係性は障害になると思って、そういう連絡ツールでさえも本当の気持ちを言えないのかなと思いましたね。はい。まあ、とりあえずキラキラさんにはお気持ちがあるっていうことが分かりました。ちょっとここもうちょっとペンタクルの9のところポンキッキー見ていきたいと思います。お互いに平等なこう関係性やり取りとか愛情の育み合いとかそうですね、やり取りしたいと思ってるんですけどそこに自信がないみたいですね。お互いの関係性のこのフェアな関係性とかも含まれますね。平等な関係性、ウィンウィンな関係性とかですね。もうちょっともらおうかな。
まあ、そこでお互いの気持ちを通じ合わせていくのがすごく難しく感じてるみたいなんですよね。通じ合わせていきたいっていう気持ちはあるんですけど、このエネルギー循環っていうか2人の間のエネルギー循環とか、それはスピリチュアルな意味になっちゃうんですけど、感情のこの滞りなくこう仲良く、まあ、仲良くする関係って言ったらすごく簡単な表現になるんですけど、あらゆる意味で2人の関係性、感情、気持ちが共有できたりとか、ちょっと朝なんでちょっと頭回らないんですけど、気持ちが通じ合う関係性ですよね。要するに滞りなく2人が仲のいい意味でつながってる関係性で、ウィンウィンで平等でうまく活かす、平等な意味で2人仲良くっていう関係性を保つのに自信がないんですよね。でもそこを成就させていきたい気持ちはあるんですよ。だから今内省してずっとブロックしてるっていうとは限らないかもしれないなと思いました。成就したい気持ちがあるので、はい、サクサクか、いつもよりサクサクかもしれないんですけど、ここでエンジェルカードからエンジェルメッセージもらいたいと思います。キラキラさんに、選択の天使、あなたが賢い選択をできるように導きますって言ってます。でボトムがこれで大天使ウリエルがついてますね。あなたは知恵者です。深い英知と役に立つ情報を持っていますと出ています。その役に立つ情報っていうのを使うと恋愛に何か発展していく可能性もあるのかなと思いました。ちょっとここに出しましょうか。これアドバイスなんですけど、補足って、アドバイスの補足ってする人いないですよね。取り合いに関係ありますか、役に立つ情報ってちょっと違うみたいです。これは恋愛とは関係ないところで、深い英知と役に立つ情報を、持っていて、それを役立てるといいよってことですね。はい。それで、あなたが賢い選択をできるようになりますってことですね。はい。ということになりました。今後のなんか進展とか、知りたい場合とかあったら、またリクエストしていただければなと思います。はい。見ていただき、ありがとうございました。はい、では2番のこちらの、タイガーアイカ、こちらのカードを選ばれた方、始めたいと思います。タイガーさんとお呼びします。鳴らしますね。桜メモってるんですけど、いつもの通り、なぜブロックしたのをいきなり聞きますね。サンストーンさんじゃない、タイガーさんに対してなぜお相手ブロックしたんですか。ここにダイアルカナのみの
カードで補足つけたいと思います。あ、初めて逆位置出た。 D1 だから死神の逆位置ですね。このカードなんですけど、動き転移旅行ってあって、キーワードとしては旅がテーマなんですね。で、解説書を読むと、場所に関する変化の先駆けとなりますって書いてあるので、移動するから、自分自身、お相手自身がどこかに転移したりしなきゃいけないからとか、場所が遠くなるからとか、遠距離とかですね、もしくは現実逃避ということも中にはあるかもしれないです。どちらにしても動きを意味するんですね。どっか行っちゃうとか、そういう意味もあるんですよね。でもそこからの、これ D1 って読むの？死神ってあんまり言うと良くないんですよね、 YouTube って。英語でこれなんて読むのかなーってわかんないですけど、死神ですでいいんでしたっけ？ですよね、です、はい、ですの逆位置なんで、新しく、多分どっか引っ越すとか転移しなければならないからとか、そういう理由があるかなと思います。新しく再出発って感じがするんですよね。ちょっともうちょっと見ていきたいなと思います。なぜブロックしたのか補足的にください。タイガーアイさんの相手、でも戻ってくるって言ってるんですよね。戻ってくる、転移、どっか遠くに行くとしても、例えばですけど、そっからのまた新たにっていう意味で、新たにやり直すって意味で戻ってくるんですね。ブロックした、なぜブロックしたのね。どっか動くから遠くへ行く、例えばなんですけど、引っ越しとまで行かなくても、どっか遠くへ行くから一旦ブロックしたとか、連絡取るのが難しい状況にある環境に、動きを見せるから一旦ブロックして、そっからまた再生、これ再生意味するんですけど、ですの逆位置って。で、これも戻ってくるっていうので、一旦ブロックしたっていう感じがするんですよね。で、ワンドの逆じゃない、ボトムがワンドの4なので、ちゃんと2人の関係性のことを考えてるんですよね。これここに置いときましょう。なぜブロックしたの、ちょっとルノルマンで、カップの8の逆位置、戻ってくるってタイガーさんのとこにですか。あ、そうですね、タイガーさんのとこに戻ってくるって言ってます。一旦離れてなんかやり直したいのかな、新規一点っていうか、
起死回生っていう意味があるんですけど、まあ、心機一転とも取れるんですよ。この流れで見るとタイガーさんのところにやっぱ戻ってくるために、戻ってくるって言ってるんですよね。とにかく一回離れなきゃいけない、なんか理由があってブロックしたんですよね。それってどんな意味があるのかな。なんで離れなきゃいけなかったのか。1,2,3,4,5,6,7。ワンコちゃん？キツネ？フォックスだ、キツネ。なんか考えなきゃいけないことがあったみたいですね。ああ、これは、9番って、なんだ、ギフトに見えるんですけど、ちょっと待ってくださいね。これって、なんかいいことみたいですね。やっぱ、心機一転って感じがするんですよね、すごく。二人の世界を築くために、これ結婚とかも意味したりするんで、場合によっては。なんかそうじゃなくても、二人のこの、間のことで、なんか考えるところがあって、これフォックス考えたりするんですけど、賢いって意味があって、そうですね、喜び、これ喜び、贈り物とかありのまま純粋とか意味があるんですけど、何かしら、あとサプライズも意味するんですけど、何か贈り物があって、そのことで考えるためにちょっと一旦考えを自分の中で整理したくて、一人で考えたくてブロックしたんじゃないかなと思います。大した理由じゃないんですけど、でもブロックされるとビビりますよね。その贈り物とか喜びとかって何なんでしょうか。チャイルド、レディー、これはタイガーさんが出てきたんですけど、コウノトリ、これってなんか結婚とか意味するんですよね。これも結婚意味するし、これもチャイルドだし、結婚、このコウノトリも、これ1話ですけど、コウノトリも、あ、ここに1話じゃないや。赤ちゃんいますね、コウノトリの。だから、家族を持ちたいってことなのかなと思いました。家族になりたいってことなのかな。ここにチャイルドもいるし、新しく始めるっていう意味でもあるので、新しく心機一転して、一旦終わりを迎えてさらに新しくっていう意味なので、この死神の意味は。なので新しく始めて、子供を持った家庭をタイガーさんと作りたいって意味なのかなと思いました。それがブロックした意味ですね。で、その時の彼の気持ちって、その時の彼の、タイガーさんの彼の気持ち、よいしょっと、ちょっと足の形変えますね。1,2,3,4,5,6,7 5 of ロット、落ちてる。
ちょっとコーヒー飲みます。うん、やっぱ家族カード出てきた。テンオブペンタクル、なんかいろいろ考えがまとまらないとか、そういうとこあったのかな。ちょっとこれで見ていこうかなと思います。このカードで、これ裏も表もあるんですよね。意味合いが違ってくるんですけど、ファイブオブロッドに補足。太陽の逆位置。なんか葛藤してた。ちゃんと OK もらえるかどうかわからないから、一旦自分一人で深く考えて慎重に考えていたのかもしれないですね。 OK してくれるかわからないから。細かい意味を取りたいですね。ファイブオブロッド、ワンドの十、ゴール地点に向かいたいんですよね。そのことで成功したいけど、もしダメだったらどうしようとかっていう考えもあって、不安だったんじゃないですかね。でもなんとか成功したいっていう気持ちと、こういろいろ葛藤してたんじゃないかなと思いますね。うん、その時の気持ちとしては、すごい簡単に終わっちゃったんですけど、今日項目が工程が少なかったので、なんか見るとこあるかなと思うんですけど、彼のお相手の気持ち見てみますかね。他の方も見たんで、タイガーさんの、タイガー、お相手のタイガーさんの気持ち出てるんですけど、細かいとこ1、2、3、4、5、6、7、やっぱこれ指輪なんですけど、やっぱ約束したいって出てますね。結婚の約束ですよね、もうここまで来たら。でそのことで話し合いたいっていうところが出てきてますね。これからのことですね。本当にすごいリアル、現実的ですね。はい、ということになりました。ここでエンジェルカードからメッセージいただきたいと思います。アドバイスカード、タイガーさんにアドバイスをください。星の天使、星に手を伸ばして、あなたはスターなのですから。でボトムが、休息の天使、心と体に休息を与えてね、自分へのご褒美も忘れずに、で出てます。はい、サクサクだったかなと思うんですけど、かなり。これで、タイガーさんのリーディングを終えたいと思います。どこか参考になるところ、拾えるところがあったらいいなと思いました。見ていただきありがとうございました。はい。では3番の方、こちらのフローライト選ばれた方、もしくはこちらのグリーンのカードを選ばれた方、始めたいと思います。
プロライトさんとお呼びいたします。鳴らします。ではまずいきなりなんですけど、なぜブロックしたのから聞いてみたいと思います。エナジーオラクルから1枚引きします。フローライトさんの相手、なぜフローライトさんをブロックしたのか。ハートの紳士、紳士じゃない、ハートのメンズが、メンズっていうか出てきましたけど、私これ引くの、リーディングで引くの初めてかな。これが出てくるならなぜブロックしたんですかって感じ。好き酒ですかね。なんかいろいろ思っちゃうんですけど、ちょっと補足もらいたいと思います。ダイアルカナのみのカードで、ハートの男性に補足。テンパランス、好きだからこそなんか分かり合えない、こうくっつきすぎて分かり合えない部分とかあったのかな。くっついちゃうと、くっついちゃうって付き合うとかっていうことも含めて、まあ、あの距離感が近すぎちゃうと人って、まあ、カップルに関わらずちょっとあの衝突とかしやすくなるじゃないですか。そういうこともあるのかなと思って、気持ちの譲り合いとか分かり合うことができなかったりとか、喧嘩しちゃったりとか、分かりやすく言うと。ちょっとそこは例えばなんですけど、ちょっと深掘りしていきたいと思います。なぜブロックしたのか、なぜブロックしたんですか。やっぱり喧嘩っぽいですね。好きなんだけど、好きだからこそ、もう一枚、やっぱ分かり合いたいよって言ってますね。なんでブロックしたか、喧嘩しちゃったとか、意見の食い違いとか。これワンドの5で正位置だと、普通に闘争とか論争とか口喧嘩も含めてなんですけど、こう戦い合う、まあ議論とかもそうかな、熱がこもったやり取りやり合いの感じなので、そうしたなんか争い系のことなんですよね。でこれ逆位置になるとさらにそれが深まるってことでもあるんですけど、意味合いの全体像の取り方によってはそれが収束して、仲直りっていうカードでもあるんですけど、でもブロックした理由を聞いてるので、やっぱりこの激しいやり取りかなと思います。激しいやり取りをしたのかなと思いました。本当は仲良くしたいんだよ、気持ちを通わせたいんだよっていう、仲直りしたいんだよっていう気持ちがあるんだけど、進まないのかな、その先は。カップの2に補足。棺来てる。仲良かったんだ。すっごく仲良かったけど、なんかこの激しい、すごくこう勝ち合っちゃったっていうか、論争とか喧嘩とか口喧嘩とかしちゃったことによって、もうダメだと思っちゃったのかな。どれほどに
こんなにすごかったんですか。ちょっとそうだな、これはじゃ辛口になるかもしれないんですけど、子供っぽいやり取りかなと思います。この喧嘩にしろ口喧嘩にしろ論争にしろ議論にしろ、子供っぽい、やり取りでこうなったのかなと思います。その前は2人とも仲良かったんだけど、それがなんか終わりになっちゃったから、もうダメになっちゃったからブロックしたって言ってますね。その時の彼の気持ち、プロライトさんのその時の彼の気持ち、このハートの男性出てくるってことは相当好きだったと思いますね。その時の気持ちで、これカップの3みたいなカード出てきましたね。で、祝福の喜びっていうテーマなんですけど、これなんかここと反してるんですよね。陽気さや祝福、誕生、成功、勝利のひととき、まあ喧嘩で勝ったにしろ、お相手が勝ったのかもしれないですけど、それは確かなところまだ出てないんですけど、まあ、勝ったかどうかについては調べないですけど、3という数字は絆を象徴し、それが家族や友達あるいは同僚との結びつきにせよ、感謝や分かち合いを喜ぶ時であることを示しています。ひょっとしたらこれをこうなったことでもう終わりってなったんだけど、でも反対に絆を深めるチャンスだと思ったのかな。なんか相反するカード出てきて戸惑ってるんですけど、もうちょっと深掘ってその時の彼の気持ち、プライトさんのその時の彼の気持ち、やっぱりね、ここの状況をここで棺出てるんですけど、タロットで言ったらちょっとデスに似た感じなんですけど、ここでデスの逆位置が出て、式改正、騎士改正かな、騎士改正、式改正、騎士改正かな、やり直す、再生の、再生スタートのカードがあるんですね。やっぱりなんかイラついたかもしれないけど、怒ったり感情が乱れたりしたかもしれないけど、やっぱりなんかこう絆を感じてやり直したいっていう気持ちが見えますね。もうちょっとめくってみよう。シックスオブロッド、あんまり自信はないんだけど、その時の彼の気持ち、自信はない。おっと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 、なんですよね。ペンタクルの位置、もう一度こっちだったらなんか真新しいって感じなんですけど、こっちだったらここからここら辺、ここら辺ですよね。ここら辺から謝るところから
か、もしくは謝れるかどうかはわからないけど、ここのあたりからちゃんとやり直したいって風に感じますね。でもそこは、なんかプライドが高いのか、これキングなんですけど、ソードのキングで、一人で悩んでるんですよね、ネガティブに。そう、声ガラガラになってきたんで、水飲みます。水飲んでも桜声ガラガラの時が多いんですけどね。その時の彼の気持ちをもう少し見てみたいと思います。やり直したいとは言ってるけど、深掘り。レディ、やっぱフローライトさんのこと考えてますね。12番ってなんだろう、ちょっと待ってください。すいません、鳥さんなん、これペンギンさんって鳥類に あれなんですね、鳥類になるんですね。種族で分けると種族っていうのかな。ペンギンさんってそういえば鳥さんでした。さくら考えたことなかった。ペンギンはペンギン科に属するのかと思って、ちょっとわからなかったです。鳥さんですね。だから話し合いたいと思ってますね。話し合って仲直りしたいんだと思いますよ。その時の彼の気持ちっていうから、すぐにもう話し合って、そっかこのままじゃ二人の仲良かったのにすごく終わっちゃうから、こんな子供っぽいことで仲終わらせたくないから、ちゃんと話し合ってやり直したいっていう気持ちなんですね、即座に。だから絆をすぐにでも深めたいと思ったのかなと感じました。で、これはツリー木なんで、ソウルメイトのカードですね。お互いに成長していきたいとか、これはどういう意味になるの？成長していく。で、方向転換することで、問題解決になるって言われてるんですよね。これ方向転換の意味はないんですけど、ただ道選択、方向をちゃんとしっかり考えることで、今の2人の関係性が問題解決に、ブロック解除とか、仲直りとか、なると思いますね。この木にもちょっともらいたいんですけど、いろんな意味合いがあるから。これどういうこと？棺出てきたんだけど。長く
待ちたくないってことですね、これ。流れから言って話し合うのにこう気長に待ってる場合じゃないみたいな、なんか長く話し合いの場まで長く待ちたくないんですよね。早く話し合いたいんですよね。長く待つのは嫌ってなんか言ってるように感じました。こっちからもちょっともらいたいですね。棺に棺ですから、このお相手の方なんか早いですね、切り替えとかが。気持ちの流れを見てるって言ってるんですよね。長くは待ちたくない。流れ、ちょっともうちょっとここ魚にもらいたいから、魚に補足が魚なんですけど、補足に補足、流れを見て早く刈り取りたいと思ってるのかなと思いましたね。ワンドの4なので、やっぱ2人仲良くやっていきたいんだけど、今この枠の状態からなかなか抜け出せないから、柔軟性を持ってそこをこうバサッと切って、早く話し合いたいみたいですね。で問題解決したい。してるから一人では考えても答えって見つからないから、早く二人で話し合って、これからの方向性とか二人の関係性っていうのを問題解決したいって言ってるんですね。一人で考えても仕方ないから。なんでしょうこの動き、わかんないけど、はい、それがお相手の気持ちですね。今回はこう出ました、はい、最後にエンジェルカードだっけな、こちらのカードから、フロライトさんにメッセージいただきたいと思います。リーダーシップの天使、あなたはリーダーです。自信を持って行動して、でボトムも出すんですけど、風水の天使、環境のエネルギーを利用して幸運にって出てます。リーダーシップの天使って出てるので、それってひょっとしてフローライトさんの方から歩み寄るといいのかなと思います。お相手は早く話したがってるので、でリーダーシップを取って行動し始めてって言ってますね。で風水のエネルギーを利用して2人の関係性をこうより良いものとすることをアドバイスに勧められてますね。
はい、ということでフローライトさんのリーディングは以上となります。どこか参考になるところ、拾えるところがあればいいなと思います。見ていただきありがとうございました。